はい、こんにちは。ペストでございます。信長の山のね、蒼天録106回目やっていきましょう。天風師でね、さあさあ、まあここはどうやろうな、主従関係、駒部さんね、無理かな。口開けてる。たまにこのキャラ言いますよね、三国してもね。ありゃ、ガードが硬い。そう、無理っぽいな。じゃあ朝廷の方に、ああそういうことか。まあ無理やろな。ここは降伏しないんでね。じゃあもうこのまま行っちゃいましょう。そうだ、朝廷だとね。まあ貿易とかもいいか。はい、では行きまーす。うわ、2回か。2回は痛いな。ここはちょっとしばらく待って。違う。
あ、いいんだ。ここはそこは出てるからか。うん、ああ、下がったばっかりやったのにか。抑えればね、かなり大きいとは思うんですけどね。ああ、監獄拒否したか。しばらく。岡城の方へね、ここね。まあ無理やろけど。ああ、本庄さん、亡くなっちゃった。バーバリーに物資を送らな。
で、今回はこれをちょっと収録しながらやらないといけなくなっちゃった。程度で止めますけどね。群馬が全然ないここ。さあ、こんな感じでちょっと続
で、全然じゃないとこはもう、細かくね、全体にやっていかないといけないんです。おっとっしてるところがあるんで、そこだけ、ね、全部にやっていかないといけないんですけど、それをやってると大変なんで。でもやらなしょうがないね。まあ、毎回やってたんですけども、これをなんとか減らせれば。2回です。年2回ぐらいで済むかなと思ってるんですよね。まあ、鉄砲もね、細かいけどちょこちょこ増えてきよるんで。今回これは減りましたけどね。関しては、わあ、ここ全然足りてない。第一軍団
じゃないとこの物資は戦線で行くんですけど、こうなると馬の方がめっちゃ増えるんですよね。時折ね、米をほんとギリギリまで売るメンバーがいるから、で金が溜まったところからところで、一回調整ですね。ちゃんと計算してるんやね。在宅をやってくれてるところもあると。さあ、ということで、こんな感じで進めていきたいのと、あと商人ですね、それをまた、調整しないといけない。そうですね、これで一旦勢力取り引きかけます。誰でもいいんだけどね。レゼルグサか。で、軍馬売却。もう一番打ってもよかったかな。まあいいか。はい、で終了と。で、また調整。めちゃくちゃ時間がかかるんで、第三軍団やったな、ここミスった。これね、
溜め込んでるところがあるんですよね、こういう風に。感じで、これを日本全国、やっていきますんで、それは、まあ、退屈な動画になりますが、これはちょっと次回の、収録開始前までにやってみたいと思います。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。